準拳士とは、江戸幕府が、諸国の大名、旗本の監視と、情勢調査のために派遣した上司のこと。大きく分けると、抗議御料及び、旗本地行所を観察する、御料準拳士と諸藩の大名を観察する、諸国準拳士があった。江戸幕府においては、元那2年の元那軍役令を制定して、大名、旗本に、軍役、奉仕の義務付けを行ったが、 この体制の維持のために旗本は職務による例外を除いては江戸城中を命じ、大名には寛永12年には江戸城中の代替として参勤交代制の導入を行った。淳堅氏は旗本のこうした軍役、法師義務を行うための政治的、軍事地盤をそれぞれの事業で確立できているかを幕府側が直接確認することを目的として導入されたものであり。 三勤交代とは、対として考えられていた。元羅元年11月19日、徳川栄康は、武家諸派と、一国一情制が遵守されているかを、確かめるために、三年に一度諸国の観察を行う、国回り派遣の方針を打ち出したが、藍津地方への観察が一度行われたのみに終わった。八年後の玄羅九年に、徳川秀忠は、文護国に配慮されたおい、 松平忠直の状況視察を目的として国目付を派遣しているが、これも国回り派遣の一種であった。本格的な派遣再開は、徳川家光が申請を始めて1年後の寛永10年1月6日に、慶長日本図の工程を理由として国回り派遣を行うことを決め、2月8日に、小出吉地一市橋長政、溝の口義勝、小出三政、 桑山和マを、ワケ部光信の6名の不代大名閣を聖師として各地に派遣したのが最初とされている。この際には、副師として使い番、故障組あるいは書院番に属する旗本から、それぞれ1名ずつが付けられた。彼らは地図の工程を行うと同時に、当時すでに構想されていた参勤交代実施時の大名行列のルートを確認する意図があったとされている。 その後、再びこの姓は途絶えていたが、徳川家綱の代に入った、漢文4年4月5日に、すべての大名に対して、領地主院状が交付され、同年に、就門改めが、すべての領主に対して義務付けられた。それらの実施状況を確かめることを名目として、漢文7年うるう2月18日に、諸国巡検史の姓が導入されたのである。漢文七年の姓によれば、 責任者を若年寄りとして、その指揮監督にあたり、若年寄りの支配下にあった、使い版1名を、生死、同じく小障版と書院版から、それぞれ1名ずつを副詞として派遣することとした。彼らは従者を連れて管轄する諸国の観察を行い、資料及び抗議語量の政治の実態を、微生、中微生、中悪生、悪生などと格付けしたほか、 キリスト教禁指令などの幕府法令の実施状況、領内の物価や相場、船舶や解剖についてなどを調査した。続いて、徳川綱吉が将軍職に就いた翌年の天那元年にも諸国準拳士が派遣され、以後新将軍が就任してから1年以内に準拳士初使い令と実際の発見が行われることとなった。また、全国を8の区域に分割して、 管轄区域を定めた。以後、幼少で没した徳川家継を例外として、漢文、天那の制度にのっとって、将軍の代替わりの恒例行事として制度化された。なお、漢文7年の巡検では、実際に、島原藩の高力高市長が、改役処分にされるなど、悪性と評価された大名には処罰の可能性があり、各藩ではこれを強く恐れた。そのため、 諸藩は準拳士の機嫌を取ることに気を配り、準拳士に対して過度とも言える接待が行われて、準拳士が通過する村々に対して負担が命じられた。さらに、準拳戦などと呼ばれる想定質疑集も作成されるなどした。さらに、幕藩体制においては、幕府の方針に違反しない限りは藩に対しては、一定の自主性が認められていたため、準拳士の観察にも限度があった。 漢文の巡殺以後、徳川家用氏の天保9年まで計8回行われた。だが、徳川家貞の時には、黒船来航や災害などを理由に安政4年まで延期されたものの、家貞の病状悪化によって派遣されず、徳川家持の時には、文久2年まで同様の理由で延期されたものの、同年の文久の改革によって、 参勤交代が一時停止されたことを受けて、11月29日に、これと対として考えられていた、準権使初使いの見合わせが決定された。そして徳川義信の就任翌年である慶応3年9月21日に、国内の混乱と諸藩の疲弊を理由に、準権使そのものの停止が決定されたのである。それからわずか1ヶ月後に、大政奉還が行われることになる。ここでは、 将軍就任後に諸国巡権士の初権令が出された日及び実際の初権令を掲げる。当初は諸国巡権士が抗議御領の巡権も行っていたが、漢文11年に関東地方の大官及び農民支配を目的として、赤八州巡権士が独自に派遣され、諸徳2年に赤八州から全国規模に拡大され、老中支配の誕生。 支配環状と若年寄り支配の止め付けによる五両巡見士が派遣された。抗議五両は各地に散らばっているために全国を11の区域に分けて行われた。以後、同三年、同六年、延長三年、法歴十一年、完成元年、天保九年の合わせて七回の五両巡見士が派遣された。延長以後、将軍の代替わりに、 諸国巡権士と同時に派遣されることとなった。御領巡権の成否は幕府及び旗本財政の動向にも関わること、統治に関して一定の自主性が認められていた諸藩と違って、抗議御領旗本領には幕府権力が直接行使できたことから、御領巡権士には諸国巡権士以上の権限が与えられていた。御庭版が提出した。 炎国語用の報告書の中には準拳士の現地での振る舞いについて調査したものが伝わっている。本密調査の一つとして5庭湾版に準拳士の調査が発令されたものと考えられている。準拳士が通る道筋を準拳道あるいは準拳街道と称していた例が各地にあり、現在でも一部の道筋については通称としてその名前が使われることがある。 河村弘忠は、慶長に本図は作成されなかったとする立場から、準献身の目的を、江戸幕府による、最初の日本地図編纂の準備とする。これらの六大名は本来は、戸様大名の家系であるが、幕府の役職を歴任しており、普代、大名並みの待遇を受けていた。ただし、福祉については二名とも故障版あるいは書院版である、ことも、稀にあった。 例えば、教法元年に、道の区では、正木に派遣された、諸国巡犬氏の場合、聖氏曽我長広は使い版であったが、副氏である、小笠原長重高木清種は共に諸院版であった。観察する諸藩への過重な負担を避けるために、漢文の性において、1000国以上は30名まで、1500国以上は35名まで、 2000国以上は40名まで、2500国以上は45名までとする従者の定員があった。徳川吉宗は将軍に就任したその日のうちに初憲令を出し、以後の将軍は就任から1ヶ月以内に初憲令を出している。五両準権使は聖徳六年に派遣されており、その準権中に家継が病没していることから、諸国準権使の計画もあったものと見られている。 幕府は、こうした接待をたびたび禁じ、また、生死、福祉が動員できる従者の数の原子を命じたが、状況の改善には至らなかったという。古藤は、両政国では、非全国に属するが、江戸時代には単独で、藩を形成していた。島が含まれていないが、おそらく隣国の伊勢と一括で扱われたと思われる。江戸地の内は人死配置に相当する部分。稲部氏。 北西調子 PDF 版第4章第4節。ありがとうございます。